ハリムさんありがとうございました。では続きまして、チンポムのお二人から、自作について語っていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、あの日本の方も多いのでハリムさんと話すのを長く取ろうと思ってはいたんですが、うん、はい、んこれ違う画面、これですね、虎のやつ。はい、なんか画面の表示をちょっと切り替えてるらしいですけど、ちょっとまあそれで予定を少しだけ変更して、なんか今日のタイトルというかお題が、はい、目撃者を語るということで、はい、で今ハリームさんの話もいろいろ聞きながら、うん、なるほどと思って、で自分たちのこれまでの活動を紹介するとして、まあ最もふさわしいことで言うと、そのお題に対して東京でとりあえずいろいろやっていたことから、はい、それからまあ去年いろいろ震災とか原発が起きて、はい、でそれに対してこう、作った作品とか、うん、なんかその両方かな。ハリームさんに紹介したいよね。ハリームさんにねまず紹介したいし、そうだ ね, ね、まあ、日本の方には今更っていうところもあったんですが、はい、ちょっとお付き合いいただければと思いますが、そうですね、もう画面が日本の皆さんはいいんじゃないでしょうか。ただゆりさん画面が切り替わりませんねこれ。あらまあちょっとこの間に、はい、じゃあ自己紹介的なことをしようと思うんですけれども、はい、まあ、チンポムと言いまして6人グループ東京で結成して7年になります。今年で、はい、それで男の子5人、私1人で女の子で6人グループです。うん、そう、何を喋ったんだろうね、そうだね、うん、でまあなんどうしようかな、じゃあ画面が映らないと、うん、まあ困るっちゃ困るんですが、うん、いやいや、じゃあ言葉で話そうか。そうです ね, ね、まあ結成してから東京の渋谷っていう、まあ、僕らのベースというか街があって、で東京の一番の繁華街なんですけれども、そこで、常にいつもこう制作をしているようなことをしてました。でそこで一番最初にやってたことっていうのが、はい大丈夫ですか、渋谷にすごいたくさん生息してるネズミをこうまあ網とかで追っかけたりとかしてこう捕まえていくっていう作品をこう作っていたんですけれども、そのタイトルがまあスーパーラットっていう、そういうタイトルでした。でそのスーパーラットっていうのが実はネズミを駆除している業者が作った造語でして、それは結構いい言葉だなと思ったんですけど、そのネズミを殺そうと毒を与えたり罠を作ったりとかするんですけど、業者がそれをこう軽く超えていったりとか、毒をに対するこう耐性ができていったりとか、そういうふうにこう進化しているネズミのことをスーパーラットっていうふうに呼ばれていました。画像がないからハリムさんと話したい。そうパソコンがこれじゃ繋がらない感じですかね。あ、でもなんかこう、こうハリムさんが3年間隠れてた時の話とか私はすごく興味があって、そのなんか民族のところに民族の格好をしていたって聞いたんですけど、その時って毎日どんな生活をしてたんですか。Normal life. Very normal. Yes, I used to it. It became, but it was full of panic. Panic never left me. I have to panic from everything, from snakes and other creatures, and from water if it will, if I will survive. Sometime this amount. It was enough for one day. It was normal. その水っていうのはどこで手に入れるんですか？そのすぐ近くのところからですか？ You know, there was no time to tell the audience about the whole thing, but I survived because of the help of old lady, Iraqi lady, her name Najma.
that mean her name is Star, and she used to supply me with food and water every 3 weeks, every 2 weeks. She used to travel like 6 hours on donkey and to bring this food for me. And you know, day by day, then you used to it, and it's a matter of surviving, you know. なるほど。まあ、大体その想像はつかないというか、つくというか、なんかやっぱり難しい問題ですけど、その寂しくはなかったですか？一人だったわけじゃないですか？群衆の人たちと一緒にみんなでいたっていう感じですか？No, I was not lonely, no. I never feel lonely. I told you before that I really live in different time. When I'm here in prison, I'm present, I'm somewhere else all the time. But if there is a time, I have to say just a few sentences about this experience. I believe this 3 years I hide in the desert because I don't want to be part of the war. I'm not a coward soldier, but I don't want to be part of this. I think this 3 years, it's reshaped my humanity. Because in that 3 years, I start to think why the government, they push me to do this. And I start to think about them person by person, and they live with me, and I start to imagine how they treat their family, their wives, their sisters, their brothers. And I start to be more close, and I start not to hate them. And why I say it's reshape my humanity, because I don't have this feeling of hatred anymore. なるほど。いや、なんか本当にこれどこまで想像できるか全く分かんないけど、私はアラブエクスプレス展を見て、こう日本の生活とアラブの生活がものすごくこう違うなって、同じ地球上に生きてるのに全然違うなっていうふうに思ったんですよね。なんかアラブって行ったことないんですけど、ドーハの空港にだけはトランジットで行ったことがあって、その時すごい他の空港と類を見ないぐらい豪華な空港だなって私は思ったんですけど、サンパウロビエンナーレに行く時に、だからブラジルに行く途中にドーハに寄ったんですけど、それがまあアラブのを経験したことが初めてで、でそのアラブエクスプレス展で感じたのは、本当に身近に危機が迫っているんだなっていうふうに思ったんですよね。実際なんかキュレーターの人の話を聞いてるとさ、まあ日本もアラブも、まあ人が生きていて同じようなところがあるっていうようなね、それはまあよくわかるんだけれども、だけどやっぱりなんか何かがもう画期的になんかこう違うというか、そうだから考え方が全然違うんじゃないかなって私は思って、言ってみるとだいぶ違うのかもしれないけど、例えばさっきハリムさんが言っていたようなちょっと前の時代とか、今の時代はやっぱり明らかに違っていて、で去年とかだからアラブとかはもっとなんかアラブの春っていうようななんかデモとかたくさん起きて革命があったりとかあるので、また多分変わっただろうし、なんだろうね、あれがいつの時代か分かんないけど、漠然となんかすごくなんか切実な展覧会っていう感じがしたよね。そう、多分本当に全然なんかこう同じ地球なのに本当に根本的な考え方が変わってくるんじゃないかと思っていて、すごく興味が湧いたのが、私は今次元っていうのがこう5個ぐらい、まあ5個とか分かんないんですけど、同じタイムライン上に何個かこう現在が存在してると思ってるんですけど、そういう考え方はアラブにあるんですか？You know about different or same? I think we are not different and we are not the same.
You know, but there is a big mafia, I can call it. It's ruling us. This mafia, it's for their own benefit. They try to divide people, and they try to divide even one society. They try to divide it and to make it different from others. In this way, they can control everything they want. They can control economy, politics. Then maybe I cannot answer your question, but I really believe on that we are not the same and not different. We are just a human. We are brothers, friends, and we eat. I don't want to involve in details, but what I believe that these politicians who are ruling us, their goal is to divide us and to make us same but not different, or different but not same. This is all for me, it's a kind of game to control us and to keep controlling us.